ナーヴィスタンです。というわけで、私ウィスタンが一回も聴いたことがなくて皆さんから寄せられたリクエスト曲を初見で演奏することで音楽の知見を広げながらプロとしての対応力を示していくこの企画、初見で叩いてみた。さあ、毎度大好評いただいておりますこの企画、今日はこの楽曲メアノール、100件近くリクエスト実は来てる曲なんですよ。めちゃくちゃリクエスト多い。どれどれ、あ、やっぱり休憩も必要だよねってことで、メアノールっていう女の子がお散歩する曲をやってほしい。ありがたいね。やっぱお散歩曲って言ったら、やっぱこういう弾むような歩くぐらいのテンポの曲なんじゃないですかね。そして今日の動画では初見演奏を踏まえてのその中で披露したドラムフレーズの解説もお届けしたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。ということで、今日はメアノールという楽曲、すごくリクエスト多い人気曲みたいなんで、ウィスタンがバッチリ決めたいと思います。どうも、編集中のビスさんです。ここで一つみんなに注意事項。今回のこのリーフ様のメアノールという楽曲、本家 MV もめちゃくちゃかっこいいので、ぜひ見てほしいんだけど、その MV がですね、すごくダークな世界観で、割とグロテスクだったり、ショッキングな表現を多く含む映像なんですね。そういう表現が苦手なんですっていう人は、あらかじめ気をつけてもらった方がいいかも。でもやっぱりね、僕のこの動画で興味を持ってもらって、本家に聞きに行ってもらえるのは嬉しいので、僕の方から一応あらかじめ言っといた方がいいかなって思いました。あとね、僕の初見演奏はマジで毎回、ガチ初見なので、そんなダークな世界観とはめちゃくちゃギャップあるのんきな演奏をしちゃってますが、まあそこら辺も合わせて楽しんでもらえたらなと思います。ちなみに僕はこのメアノールの世界観めちゃくちゃ大好きです。すごく中毒性があって超かっこいいです。そういうダークな表現もむしろ好きだっていう方は絶対聞いてみてね。というわけで、前置き長くなってごめんね。それでは初見演奏レッツゴー。さあ、それでは行ってみましょう。初見演奏メアノール。さあ、どんな、お散歩テンポ早いし、どこ行くの、かっこいい。でもはい、ロール入れて、はい、はい、これが俺のサグランプラス。お散歩はどこ行くの？あ、任せろ。異世界にお散歩行ってませんかこれ。あ、秒針がチックタックチック。いいね、この唐突な雑音が入る感じ。おいおい、頼みます。あ、サネプボ、おい、こういうリズム、おいおい、もはや激しさで落ちる。楽しい。ダイナミックスを大事に弱くしていこう。ジャズ風なんかどう？終わりかなーってくんと、お散歩かなー、お散歩した結果ダークな異世界へ飛んでいきました。ドラムでいかにカオスを表現できるかが試されたな。でもリズムが今回は一定だったから叩いててすげえ楽しかった。では今の初見演奏で使用したドラムフレーズをいいとこ取りして何ポイントか解説したいと思います。まあ、まずはこれだろうね。
おいおい、はい、そう、こういうドラムフレーズ、うん、アクセントだけを拾ってやると、タカタ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 タタタ、こう右手と左手で交互にアクセントが来る感じですね。ハイハットでそのアクセントをつけたんだけど、こうやってこれね、ハイハットだけじゃなくていろんなとこに応用することで汎用性が非常に高いです。例えばね、ねとかだったりだったり、さらにハイハットとねフロアタムでやってみちゃうとかどうかな。これこれのいいところは正面から見た時の視覚のインパクトがね大なんです。これこうどう、台風を起こしてるみたいでしょ。ぜひ使ってみてね。そして2つ目、フラムを応用した3連ひとまとまりのフレーズ。フラムはこれね、同時に叩くんだけど、ポイントは微妙にあえてずらすこと。ダランダラン、全く同時じゃダメなんですよ。こういうこれダメな例ね、全く同時じゃなくてあえて少しずらす。これがどういう効果を生んでいるかっていうと、例えばフラムで一番使うバンドがこういうパターンなの、聞いたことでしょう、こういう感じ。これでお客さんもさ、こうやってさ手拍子する感じ。これをフラムじゃなくて通常のシングルストロークでやるとさ、シンプルだね。フラムにするとあえてずらしていることによって複数人数いるかのようなリズムの音の立体感が生まれるんですよね。手拍子をさ、いろんな人でするときってみんな同時にぴったり合うことってまずないじゃないですか。これがフラムの効果です。これを3つの音をひとまとまりにまとめてこういう風に叩く、トンタンタン。これを応用すると、ね、フラムの同時に叩く手をタムと合わせたりしてこういう風にできたりもするし、シンバルに合わせてできたりもします。これをビートの中に混ぜ込むと、例えば、はいっていう風にできたりしますね。アクセントの位置自体はさっきのに近くなりますね。これのいいところは、例えば4分の4拍子じゃなくて8分の6拍子のような3連っぽいシャッフルっぽいリズムのビートの時っていう風に3連符系のリズムのノリにも使いやすいフィルになっているのでおすすめです。どうだったかな。いやー、本当に今日もまた新しいタイプの楽曲を発見しまいましたね。なんか恐ろしい世界観だったけど、ビートは一定だったから合わせて激しくカオスな世界を演出するのがすごく楽しかった。さあ次回は僕はどんな曲に翻弄されることになるんでしょうか。みんなのおかげでね、もう大抵の曲には動じないようになってきましたよ。うん、みんないつも振れ幅の広い曲を僕に教えてくれて本当にありがとう。教えてもらってばっかりじゃあれなんでね、さっきみたいな解説も踏まえてみんなが見てためになるようなそんな動画にもしていきたいと思っています。初見演奏楽しかった、解説分かりやすかった、こんな曲もやってほしいなどなど、ぜひ皆さんコメントにお寄せくださいね。というわけでまたお会いしましょう。ビスタンでした。バイビス、またねー。